こんばんは、しおちゃんのお時間です。蚕は絹の生産のため家畜化された昆虫であり、野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物で、人間による管理なしでは生きることができません。そこで今回は蚕の生態を見ていくとともに、人間なしでは生きていけない理由について解説していきます。しおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。蚕は蝶目、蚕蛾科に属する昆虫の一種です。幼虫は桑の葉を食べて育ち、糸を分泌して繭を作り、その中でサナギに変態します。この糸を人間が繊維素材として利用したものが絹です。この蚕を飼って生糸を作る産業の養蚕は少なくとも5000年の歴史を持つと言われています。中国の伝説によれば、皇帝の妃清涼氏が庭で繭を作る昆虫を見つけ、皇帝にねだって飼い始めたとあります。蚕の祖先は東アジアに生息するクワコという昆虫であり、中国大陸で家畜化されたというのが有力な説です。日本では現在約400種の蚕品種が遺伝資源として保存されています。しかし5000年以上前の人間がどのようにしてクワコを飼いならして蚕を誕生させたかは、現在まで完全には解明されてはいません。そのため蚕の祖先はクワコとは近縁ですが、別種の現代人にとって未知の昆虫ではないかという風説があります。ですが DNA の解析により、この仮説は否定されているため、クワコが蚕の祖先であることは確かです。クワコは中国、台湾、朝鮮半島、日本列島およびロシア極東部に生息します。クワコは蚕よりくすんだ灰色がかった茶色で、胴はほっそりしています。蚕とは習性がかなり異なり、一般的な蝶目のように人間の活動なしに生存でき、飛ぶこともできます。ただしクワコを飼育して絹糸を取ることは可能なものの、蚕のように簡単ではありません。クワコは飼育が難しい上、蚕のように一箇所に固まって繭を作らないのです。それではこのクワコがどのように改良され、人間なしでは生きていけなくなったのでしょうか。まず蚕は餌のクワの葉を自分で探すことをせず、放っておくと餓死してしまいます。幼虫が餌を探して広範囲を歩き回らないことは、蚕が逃げ出す心配が少なく、養蚕を営む上では非常に有益な性質です。蚕の幼虫はより良い生糸を多く効率的に取れるよう品種改良されてきたため、クワの葉の上でほとんど動かず食べて成長します。クワコが出す糸は300メートルほどですが、蚕は1500メートルも出すことができます。次に蚕を野生に放しても、体色が白くて目立つためにすぐに捕食されてしまいます。蚕が白いのは見失っても飼育者である人間の目に留まりやすいためだと考えられます。一方クワコの幼虫の色は茶色で、クワの木の樹皮に似ているため、全身を擬態させ鳥やアシナガバチの捕食を避けるため、できるだけ動かずじっとしています。危険が差し迫っている時は目玉に見える胸部を膨らますようにして蛇を装うことで相手を威嚇する場合もあります。ですが蚕は擬態行動を取らず、なすすべもなく捕食者に食べられてしまうのです。また蚕を野外の桑の木にくっつけても、腹脚のつかむ力が弱いため、自力で付着し続けることができず、風で木が揺れ動くと容易に落下してしまいます。腹脚とは昆虫の幼虫の腹部にある足のようになった器官のことを言います。クワコの幼虫にはごついの腹脚があり、しっかりと枝をつかむことができます。家畜化された蚕は腹脚が退化していて、このようにしっかりと枝をつかむことができません。一度落ちてしまった蚕は這い上がることができず、そのまま死んでしまいます。そして蚕は野生下の環境に適応することができません。蚕の飼育には温度と湿度の管理が重要で、温度が低すぎると活動をやめ、高すぎると死んでしまいます。飼育温度は25度以上、適温は27から29度、湿度は 75% が目安です。幼虫の成長段階は脱皮回数によって表されます。孵化直後の幼虫を1齢幼虫、1回目の脱皮後の幼虫を2齢幼虫と言います。卵から帰った蚕の幼虫は4回の脱皮を行い、25日ほどでその体重が1万倍にもなります。5齢にまで成長した蚕は糸を吐き始め、2、3日かけて自らを包む繭を作ります。
こうしてできた繭は製紙工場へと運び込まれ、さなぎの状態でお湯で茹でられます。これは茹でることで水溶性のタンパク質が溶け出して柔らかくなり、糸がほどけやすくなるからです。結果蚕を死なせてしまうことになりますが、浮かして繭から出てくると成虫は尿を排泄するため繭が汚れてしまい、商品価値が下がってしまいます。そして繁殖用の蚕は繭の中でさなぎになり、2週間ほどで浮かします。しかし品種改良によって厚い繭を作るようになった最近の品種は繭を自分で食い破ることができず、人間が繭の両端を切ってやる必要があります。クワコワシユウともに飛翔力が強く、羽化後オスはメスの発する誘引物質に引き寄せられて飛来します。一方蚕の成虫は体が重く筋肉が退化しているため、羽ばたくことはできても飛ぶことができません。これも蚕が飛んで逃げてしまわないためで、人間にとって有益に改良された結果です。そのため自分で繁殖相手を探しに行けないのです。人間によってマッチングしてもらった蚕は、オスはメスの匂いを触覚で嗅ぎメスに近づいていき交尾をします。しかし交尾を放っておくと5時間も6時間も続きます。勝手に離れることもありますが、何日もつながり続けたまま弱って死んでしまうこともあります。そのため2から3時間経過後、人間の手で離してやる必要があります。この時蚕は手で引き剥がそうとしても簡単には離れないほど固く結びついており、そのため雌雄の腹部をひねって離します。このことが現在は省略の意味で使われている割愛のもとになったと言われています。蚕の成虫に口はありますが、何も食べることはできません。蚕は繭を作り始める前から成虫になって死ぬまでの約20日間は何も食べないのです。しかしこれはクワコも同様で、クワコの成虫も何も食べません。ガの成虫には口が退化して食べられない種類も多いのです。餌を食べないのは幼虫時に十分な栄養を蓄えているからで、成虫になると繁殖に専念します。最後に皆さんの気になる蚕の味についてですが、蚕は貴重なタンパク源として人の食用にされてきました。90年余り前の調査によると、日本の長野県や群馬県の一部では土居などと呼び、佃煮にして食用にしていたと報告されています。太平洋戦争中には長野県内の製紙工場において従業員の副食として魚肉類の代わりに提供されていました。最初は特有の匂いもあってなかなか手の出なかった従業員たちも貴重なタンパク源として競って食すようになり、しばらくして数に制限が加えられるまでになっています。現在でも長野県ではスーパーなどで山陽佃煮として売られています。また蚕は人に有用な栄養素を多く含み、飼育しやすいことから長期滞在する宇宙ステーションでの食料としての利用も研究されています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。